じゃあ、これから始めますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、これから第19回目のミャンマー文字講座を始めたいと思います。いつもですね、今日初めてです。初めてですか動画も見たことないですかはい、初めてです。あ、ないです。あ、じゃあ、ちょっと大まかな流れを説明しますね。まず、ここにミャンマー文字の一つの文章が書いてます。 で、まず、これが何音節音節を数えるクイズから始まります、いつも。ちょっと、全部丸いので、どこまでが一括りなのかが分かりづらいんですよ、宮間の、あの、の文章って。初めての時は。だから、まずそれの練習から、やってから、で、そこに出てくるシーンの紹介。で、母音の紹介。その後、マシーンとか回シーンの説明。その後に、この、 単語の説明をして、最後に、この文の意味を説明します。そんな流れです。はい。そうですね。じゃあ行きましょう。これって何音節の文章でしょうかクイズです6。6ですかね。6。6違います。<laughs> ちょっと惜しい。7ですかあ、いや、あの、少ない方ですね。あ、そっちなんですね。五。 え、<laughs> どうええー、あこれが一緒なのかなおー,、えー、5なんだ。5じゃない。5 <laughs> じゃないえ、もっと少ないんですかもっと少ないです。ええええー、4?4、えーえー、です<ー>で。なんで4かというと、まずさっき言ったように、ここまでが一とくぐりであってます。 うん。一<ー>くぐりで、<ー>で、これが、もう一くぐり。はい、二音説明。で,で、これか。これと、これですね。これで四音節の文になります。うんうん。ここはこう。ここがこう。ああ。そうそう。見分け方のこ<ー>コツとしては、こう上に、 完全な丸じゃなくて、右下がかけてる、こう、ぴょこんと出てる、こういう記号があるんですけど、これ末、マッシン、マッシン、ま、ま、松のシーンって言うんですけど、はい。この記号。だから、最後のシーンだから、そこからもう、あの、そこで終わりってことです。はい。松だから、もうここで、音節終わり。だから、こう、上、ぴょこんと出てる、この記号があると、ここで区切ります。 ま、最後は、まあ、最後にあるからここで区切るでしょうけど、うん、ここはここで区切ります。はい、これが一つの見分け方ですね。<laughs> あと、ここは、まあ、今はちょっと難しいかもしれないです。まあ、あの、シーンと母音説明したら何でなのかわかると思います。はい、それじゃあ、シーンの方へ行きたいと思います。 4音節だからシーンが4つ出てるはずですね。で、シーンがこれと、これと、これと、これになります。まず、これ。まるで、上がちょっとかけてて、上がなんか下にこうなってる。これは、バーです。ミングラーバー。ミングラーバー、久しぶりです。 お帰りなさい。<laughs> これミングラーバーのバーじゃないです <laughs>。ミングラーバーのバーじゃない。ミングラーバーのバーじゃない。そう、これ初めて出てきたんですよ、実は。あのー、のなんか食べかけの月兵みたたいなやつ初めて見た <laughs> 確かに。<laughs> あの、前に一回バーは出たことがあるんですけど、これあれだよね、なんか弱化して、 着火して、ばじゃないけど、ばになるんだよ。あ、そうそう、ミングラーバ、ミングラーバちょっとどっか書きますか。えっと、ミングラーバ。えっと、そうですね。ミングラーバ。これがミングラーバ。で、この最後のばは、もともとは、 バーだけど、この、えっと、これは、バーっていう音なんですけど、ここだとなんか弱化が起こってバーに、バーになります。そう。ここでもバーっていう音は一応出る。でもこのバーじゃないです。で、あの、もう一個バーはあるんですよ、実は。これもバーです。こんな形。なんかの講座で出たことあるんですけど、 うん。これは同じ音ですね。ほぼ同じ音。音で区別はできないです。うん。できないはず。バーとバー。使い分けあります。文法的な違い。なんか単語によって、この単語はこれ、この単語はこれみたいな感じです。で、なんかこう同じ発音で 2, 2個あるのがあるんですよ。結構いろいろ。後で説明しますけど。 なんか、パーリ語の影響だと言いますね。パーリ、パーリ語。<laughs> パーリ語の影響っていうことです。はい。で、場は二つのと、二通りあるけど、こっちの場はこの場です。うん。初めて出てきた場です。一応ね、文字講座なので、ミャンマー文字講座なので、初めて出てきました。この場。で、次は、 えっと、アンノンさん分かりますかね、うん、出たことはある。有機音です。これは。無機音は、これが無機音。そっちはさーだよね。そうです、そうです。うん、じゃあ、えじゃあ、さーってこと シャー、シャーは、な、シャーではない。サー、サーです。サー。サー。ー。ーですね。こっちが、サーですか。スタとサーですね。えっと、サ。こ、あっちが無気温のサ。こっちは有気温のサー。こっちが有気温だから空気が出るからもっと柔らかい感じですね。サー。 さあ、あっちはさ。さあ、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 もう空気出るけど。さあ、さあ、こっちさあ。さあ、さあ。なんかよくね、ティッシュを前に垂らして。あ、そうそうそう。そうそうです。そういうのありますね。さあ、で、そっちがさ。です。 で、ミャンマー語は無気温、雪温の区別がとても大事なので、大事なので、はい。気をつけてください。で、次は、なんか、ミャンマー文字の中で明らかに丸じゃない覚えやすい文字がいくつかあるんですけど、その中で一つです。で、いつもこんな話するけど、明らかに丸じゃないっていうことだけ覚えて発音を忘れるっていう、ちょっと、そういう現象が起きてしまってるんですけど。<laughs> <laughs> あの、あなた覚えてますか <laughs> なあですね。明らかに丸じゃないやつは、なあこれ、これじゃなくて、もっとあるけど、明らかに丸じゃない文字。まあまあ、これはなあです。な<あ>ちょっと上に書きすぎたか。えー、っと。ーなあ黒さんも向けてくれたこんばんは。なあですね。<laughs> じゃあ、うん、最後はわ、うん、かりますかー。タ<ア>ちょっと違う。あの、ほぼ合ってる。ほぼ合ってるけど、たーではなくて、たーです。無気温の方です、これ。たー<ア>。タ<ア>有気温は完全な丸が二つですね。 ちょっと難しい。これがタそう、僕の書き方では、あの、有機音音があるのは上にちょっとちっちゃい H を書きます。IPA じゃないけど、僕の書き方は。でもなんか IPA からちょっと持ってきたような、あの、書き方をします。上に H 書いてるのが有機音。そのまんまのが無機音。ですね。で、これは無機音のた、た。だ たーです。ー。うん。はい。これでシーンは終わりです。で、次、母音に行きます。あの文でもう死因が分かってるので、母音が何かちょっと推測できますかちょっと初めて、あの、ジェ、ンさん初めてだけど、ちょっとやってみますか。母音って何でしょう <laughs> ここに母音がありますけど。 とかだけどど,どれがどれがかか全然わらない <laughs> まあ死因じゃないのが大体母音ですよね。母音と、かね、あかさっきちょっとちらっと言った、まま、マシーンっていうのもあるんですけど、まあ母音は何でしょう、うん、上についてるのはマシーンってさっき言ったから、上にこれがついてない、で、この4つのシーンでもない文字記号が。 母音ですねどの音かって話じゃなくてですね。<laughs> そ,うそうそうそう、何が、そもそも記号として何が。はい。だって、あの、知らない文字持ってきて、これ何の音ですかって聞かれても分かんないんじゃないですか。それはそう。<laughs> <laughs> あの、そうですね、これ上下どっちも母音です。さんおいで下上も下も。はいはい。 ミャンマー文字はシーンの上下左右につくんですけど、まあ、どっちか一つだけつく場合もあれば、上下左右につく場合もあります。えー、上下、どっちも、<laughs> うん、どっちも、どっちも一くぐりとしてボインです。はいえー、で、その後は、どこにボインがあるかな。 これですかその前にもう一個あります。あその前に。<え>よく見てください。これシーンがこれですよ。丸二つですよ。あ違うのか。あ、てか、こっちか。そうそうそう。でもそ、その前に、そもそも、その前に一個飛んでる。<laughs> <ん> <laughs> これは、まあ、飛んで、あのここ、丸二つだけがシーンだから、この残りのこれが母音で合ってます。後ろか後ろか。後ろか のこれそうそうそう。<laughs> 後ろのこれが母音ですね。で、さっきのこれも母音であってます。これは左に,左についてますね。すとかだったりします。すとかだったりします。スえっと、ううーですか何があるんですか,スーかえ、す<あ><ー>目これですかあ、すうではないですね。はい、残念。ああ、なるほど。了解です。<laughs> なんか、あはは。 そうですね。似てる形でも発音違う場合とかあるから。はい。うんで、最後は、まあ、そのまんまですね。これはマシーンだから。はい。で、母音いきますけど、えっと、はい、まず最初、一番目の母音をちょっと飛ばして、二番目の母音からやっていきます。はい。えっと。 2番目のボインこれですね。このなんか、この四角いのは、なんかの <laughs> な、なんかしらのシーンだと思ってください。文字があって。うんうん、そうそうそう。なんか、もともとはこうなんか、点々点々のこの、この機構があるんじゃないですか。はい。はい、でも一個一個これ書くの時間かかるので、ちょっと四角で対応します。はい。はい。<laughs> <laughs> で、1、2、3とあるんですけど、ミャンマーはこうって成長があります。1、2、3、成長があります。でもそこ、そうです。そこまで難しくはない。1、成長は、1, <laughs> 1<潮>はちょっと短い。で、下降。下に下がる。あ,あ、で、2はそのまま平たい音で、3、成長はちょっと ちょっと長めで下に行くみたいなイメージです。イメージとしては。ああ、みたいな。ちょっと長め。うん、こっちちょっと短めミングラ。ミングラーバーはそこまで長くない。3、うん、成長じゃないです。2成長だから、うん。ミングラーバー。 で、これで,でだからあれは何声調ですかこれはえっと、?2 世です2世ので音は安野さん世のああですねこれはあーあああしゃあああああゃあしゃああ<は> <laughs> あです。あああ <laughs> そう、ちっちゃいイが入ってしまいますよね。<laughs> こんばんは。リングラーバー。ングラーバー。そう、これは、スターですね。で、これが、あ、<ー>そう、さっきあの、え、何語でしたっけちょっと忘れた。さっきあの、はいはい、南インドの、テル、んテル語。 タミルテルグはい。うん。だから、テルグ語知ってるっていうから、あの、アボギダっていう存在知ってると思って。知ってる知ってあ、そうですね。<あ>なので、はい。アボギダの説明全然してないんですけど。完璧あ、<laughs> そう、あ、アボギダ大丈夫ですよね。はいはい。だから、この一世の時な、そう、何もついてないのがアうんですよね。うん。ついてないのがアの一世。そうです。ま、ま、あここ全部何もついてないのアって書いてるんで。 ま、それだと思ってください。ああ、そういうことですね。はい,はい。で、あの、次の母音は、だから3番目の音節のあれですね。あれは、1>, 1世はこれ、2世、3世長、大体、いいなんか、これが基本、なんか、定型的下にちょっとちっちゃい点があると、大体1世長。で 右に点々があると、だいたい三星長。ちょっとイレギュラーはあるんですけど、うん。だいたいこんな感じです。うん、だから、あの、ローマ字表記のとき、表記のときに、こう、ちっちゃい点が全部書いてるんじゃないですか。これ、一世長っていう意味です。はい、僕の書き方では。あ<ー> <laughs> 三星長だと、こう、点々って書きます。うんうん。<laughs> 今回はもう全部二世みたいな感じなので、あんまり、 出ないんですけど、はいうん、でこれは何の音かというと、うん、あンさん覚えてますかなんだっけなんだっけ <A> これ。そうです、A です。ああ、合ってた。これ A、A です。いいぞ、いいぞ。なんかいい逆さまにしてるみたいな感じの文字なんで。うん、<laughs> そうそう、A です。A ですね、なんか左に。 つく母音があるっていうのが、あんまり、ミャンマー文字の中でもあんまりないんですけど、うん。これ、A です。そうそうそう。最初ちょっと難しいところですね、これ。で、ここまででシーンと母音をやっていきました。で、ま、残ったのがマッシーンとあの、最初の母音なんですけど、ミャンマー語の文字って、なんか母音とマッシーンが合わさって音が変わるような場合があります。 <お> <laughs> だからちょっとまとめて説明するんですけど、はい、今の記号はこれですよねこう上にこのこれがついて右にはこれがついてるような文字が1個あるで最後,最後にある文字は空間あるかなよし こんな感じの文字がある。なんですけど、そう。さっき言ったように、この上と下についてるのは母音。で、この右についてるのはマッシーンです。で、それぞれの音はあるんですけど、ここでは、あ、え、ちょっと、空間が足りないな。どうしよう。うーん。ちょっと足りないから。消します。これ全部で、 いっていうことになります。はい、最後のこう、なんか、はてなみたいな記号は、うん、なんて言いましたっけ正門へさ、正門閉鎖音。正門閉鎖音、あるいは正門破裂音。正門破裂音、正門破裂音っていう言い方の方が優勢ですが。

難しいんですよ。そう、これが愛。うん、で、一応なんかネイティブに教えてもらってるから大丈夫だと思うんですけどね。強い。ははは。<laughs> これは、あそこに A 出てるんですけど、あれよりもうちょっと口が上下に広い、この A です。 なんかね、あの、マッシーン、シーンって言いながら、これ、母音で終わってるんですけどね。なんか、たまにそういうのがあります。<laughs> 記号のくぐりとしては、マッシーンだけど、たまに母音で終わるのもあるっていうのを、ちょっと覚えてください。はい、い、い、これはまあ、マッシーンで終わってる。うん、大丈夫。これは、ちょっと母音で終わってるけど、言い方はマッシーンですね。<laughs> ということで、出て、 文字全部説明しました。じゃあ読めますかちょっと読んでみましょう。最初から。まずこれはあの、シーンはこれだからバイク。そう。バイババーそうこのバーに、ここのアイがあるから合わせると、バイク。 バイ e b で、次は、これは死因は、これ。で、母因は、これだから。あ。あ<ペー>。あ。<laughs> そこまで、しなくても。さあですね <laughs>。二世長のさあですね。はい。 で、これは,あこれはここ、これは、そう、このなに、A がついて、ねですね。じゃ、最後、なんですけど、こ,これ、これ、一応、あのここに書いてる通りに発音すると、これがただ,だから、しあれが。 a だから発音すると、えー、そうですね。d、えー、になるけど、この最後のこの d はよく発音が濁るっていうか、発音が弱化して d になります。えー、ひどいときはれになるときもある。ねあおうん。 で、で、れ。なんか、まあ、同じ発音の仕方で、ね、ねちょっと、あの、ね、だんだん力を抜くっていうか、はい。そうすると、でになります。そう。じゃあ全部読んでみますか。あのー、全部読んでみると、これ、バイクサー、バイクサーネで。バイクサーネで。バイクサーネで。バイクサーで。 バイクサーね。このねーは入れてもよくて、あの、入れなくても確かいいはずです。バイクサーデって言っても大丈夫。バイクサーデー。バイクサーデバイクサーデーです。それでは、これからあの、意味の説明をていきます。ちょっと待ってくださいね。なんかもっと書くことってあったっけまだ大丈夫か。 ああ,ああ、間違えた。ちょっと待って。やばいやばい。スターじゃなくてサーですね。H 書いてない。ああ、そうですね。おおーやばいやばい。バイクサー。バイクサー,ネーで、バイクサーねえで。ーーでもう一回。バイクサーねえで。ーーでーーでそうそう。バイクサーねえで,で。じゃあ、これから、あのー、意味を。 説明しますね。この倍っていうのは、お腹です、お腹。お腹。お腹。って言うと、次が多分予想できるかもしれないんですけど。<laughs> お腹。お腹から始まる短い文章といえば <laughs> お腹。 お腹すいたそうだ。<laughs> そうです、そうです。これ、これ、あの、次のさあが、お腹すく、すくでも、日本語ですくっていう単語だけで、ちょっと、うん、ハングリーって意味ならない。ちょっとイメージできるんですかちょっとわかんないけど。まあ、すくうお腹すくう、うん、まあでも、例えば、あの、席が空いてるよ っ,て言ったりするから、別に少なおなだけじゃないよ、でもこれは確かハングリーの意味だけなはずなので。なんうん。うん、だからまあ、ハングリー。ハングリー。スペリング合ってるかなハングリー。<笑><笑>まあ、これハングリーっていう意味で、ねえ、うん、は、あの、現在形、現在、今起きていることを意味します。うん 今、あの、英語で言ったら、ING。現在進行形みたいな。NOW みたいな。感じの。意味です。うん、で、最後は、なんていうか、あの、動詞。動詞で終わるとき。うん。まあ、ないないですみたいな意味ですね。ついてるってのが。です。うん。 まあだから全部合わせるとお腹すきました。お腹この感じで合ってますよね。大丈夫お腹アングリーに当たる言葉はあるけど、お腹っていう意味の言葉も入ってくるんですね。それ、お腹っていう意味の言葉をつけないとダメな感じですか お腹、あ、これだけ、ハングリーだけじゃダメってことですかあ,あはい。どうなんでしょう確かダメだったはず <laughs>、うん。日本語みたいにお腹すくみたいな感じだと思いますけど。はい、ちょっとどう例えば英語でその I'm hungry っていう時は別にお腹っていう意味の言葉は出てこないから。 そうですね。それとまたた違うのかなみたいなああ、ちょっと待ってください。あの、<に>さあっていう。逆に、日本語はあんまりな,、うん、なんかその、お腹がっていう言葉をつけずに、なんか空腹な状態はあんまり言わないから、あのそっちに近いのかなか、うん。そうですね。なるほどちょっと待ってくださいね。僕も気になるから、今ちょっと急いで辞書で調べてみます。 前にこまあそういうのならしたことがあンと思うね。うん。なんか日本語でそのね、あの、ハングリーをなんか、一単語で言え,ない言えないのかみたいな、ちょっと議論をしたことがあって。あ、そうですか。自然な言い方としてはないなっていう。うんなんか、ウエタとかヒモジとか言うとまたちょっといい印象違うし。ウエタはそうですね。<laughs> 違いますね、印象が。うん。ってなると、まあ、やっぱりお腹がっていう。まだ韓国語も同じですよ。ペゴプダっていう、ペっていうのがおお腹っていう意味なので。はいはいはい。ペゴプダ。じゃあ、大体。うん。ペゴプエよ。ペゴ、ペゴパよ。ペゴパよ。なるほど。ペパちょっとなんか、今、ペゴパよ。 あ、あ。んー、パッと調べて出てこないですね。例文とか見ても全部バイクサーでって書いて、バイクサーって書いてるから、うん、あの、多分全部、うん。つけた方がいいと思います。でも、そこら辺僕もちょっと気になるので、もっと詳しく調べてみますね。ありがとうございます。確かに気になる。バイクサーで。 お腹すきました。という意味です。うん。うん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ミングラバーん。ミングラバー。これで今日準備した文の説明は終わりなんですけど、もうちょっと追加で文字の、一応文字講座だから文字説明するとしたら、あの、 ここのバーとあそこのバー、同じバーが二つあるっていうことそれがバーだけじゃなくて、もっとあるんですよ。ち,ちょっと、ちょっと違うも、違う色でか書いた方がいいのかなミャンマー講座では初めての違う <laughs> ペンが出てきた <laughs>。<laughs> <laughs> まずはバーですね。 えっと、ちょっと。あ、こっちじゃない。バーがこの蓋通りがある。で、がーも、よいしょ。がー。こっちと、は、ちょっと下手だけど、これでやってるはず。なんか、上なんかぐにょっとしやスできたよ。<laughs> ガーっと、<laughs> あと、うわぁ、空間がちょっと足りない。あとは、うん、だ。これが、ばーのくくり。で、これが、うん、が。これが、だ。うん、まあ、ミングラバー今。なんかそういう。 いろんん、なパターンがあるってことうーん全部じゃないんですけどいくつか4つ4つこういうのが同じのがありますね最後は <laughs> ザこれザ 前のミャンマー文字講座携帯とは、この、これあの、回信じゃないのって言うかもしれないんですけど、あの、これ一文字です。え、うん、や,やこしい。えや,やこしい。なんか、ここに出てきたこのさーに会心の y が挟むやつ、シャーじゃないのって言うかもしれないんですけど、これザーです。これ一文字、一文字です、これ。あれ、ないです。あの、あれに会心つけないから、区別、 なるほど。ですね。そうなんだ。なるほどね。だ、そうであるはずです。なんか違ったら恥ずかしいけど。いや、うん、これだけあるはず。ちょっと待ってよ。あったか、うん、ちょっと待ってよ。<laughs> 怖い。怖い、怖いよ、ね。怖いよちょっと待ってよ。変なこと言いたくないから。 いやでも <laughs> いやでも直してくれる人がいるならまだいいんですよ僕あの直してくれる人がないからもっと怖いんですよそう変なこと教えちゃダメだからちょっと待ってくださいね 今ですね、あの、さあに改心をつけて、あのー、ミャンマー辞書に入れて検索回したら、ャアじゃなくて、こここれが、で、これがもう出てくる、これが。これが出てくる。だから、もうこれしかないんじゃないかな。うん。なるほど。うーん、でもどうなんだろう。いやー、でも確信100%言えないな。 <laughs> ち,ょちょっと怖い、本当に。そういう時はね、あの、必殺社会人仕草、持ち帰らせて検討させていただきます。<laughs> <laughs> <laughs> この件につきましては、持ち帰って検討させていただきます。<laughs> 持ち帰らせていただきます。<laughs> ということです。はい。ね、こういうね、あの、あるんですよ。で、左に書いたのが、 普通普通っていうか、まあ。うん、普通、普通。よ、よく見るっていう言い方もちょっとあれだけど。うん。で、右、右が、あの、パーリ、パーリ語の、え、パーリ語を表すために使う文字。影響を受,受けた文字か、そう。パーリ語を表すための専用文字があるんですよ。これと、カタカナみたいな。カタカナみたいな。うん。お、いい例え、確かに。<laughs> カタカナみたいな。そうですよね。カタカナはなんか外国語の時によくで,、うん、でも、あの、完全に同じのでもなくって、あの、混ぜたり、混ぜて、うそう、これだけ使うわけではないので、うん。うんこれが普通の単語に入ってたりもするので、<う>はい、そこがちょっとカタカナとは違うんですけど、まあ、大体そういう印象であってます。うこういうのも、そう、このバーと、 だは、まあまあ出てくる。でも、このがとざの、こっちは今まで勉強して出たことがないですね。<ー>あの、普通の単語にも入っている場合もあるけど、大体は、あの仏教関連の用語とか、外国語から来た外来語ていうか、パーリー語から来た単語とか、そういうところに出てきます。ちょっと難しい単語。 うん。うん、に出てくるようなイメージです。うん、まだ大丈夫。うん。多分、難しい単語を覚えると、だんだん出てくると思います。だから、まだまだ大丈夫だけど、一応、文字講座だから、こういうのがあるよっていうことだけは触れておきます。うん。うん、ありがとうございます。これ以外にもいろいろありますけどね。パーリ語専用文字は。うん。僕も覚えてない文字もあるけど。<laughs> ということで、第19回のミャンマー文字講座終わりですけど、何か質問ありますか何<あ>でも。はい。あのはい。その、えっと、さ、あの、さ、の方のさとか、<さ>えっと、だとかの時に書かれる、この、これは、一筆で書きますかそれとも、これと、これと別々に書きますかああ えーっと。さあですか。さあは一文字で書か。で。うん。あもう一文字で。一つの書くて書きます。うん。あ,あ、でも、この、この。中のやつと外の丸は一。一緒に書く。い、一筆で書い、書いちゃうんですね。一緒に書きます。うん。うん。あの。本当とかだと。あの、どっちかわからないから。こういう時に聞いた方が。 そうですね。うん、正しい書き方。崩し字とかじゃない限り。ですよね。その繋がってるのか繋がってないのかい。<laughs> そう、そう、そう、そう。そうですよね。うん、で、僕はあの講座で書くときは。その辺苦労したんで。うん、<laughs> そう、そう、ありますね。あの正しい書き方ミャンマー語。したらなんかそこが、繋がってたんだって初めて分かったりするんですけど。あそう、逆に、逆に、そう、なり、なる時もありますね。そう。崩ししの、くすじ、く、あ、ちょっと言葉が出ない。 うん。<laughs> うん、まあ、その時が、もっとわかりやすかったりするんですけど、なんかミャンマー語、正しい書き方が一応全部あるんですよ。あのー、えーえー、基本的に時計回り。時計回り。はい、基本的に。<ー>時計回りで、<laughs> だから、こう、が、がは、こう下から、そう、大体下から始まって、こう、時計回り。で書く。 でも、あのー、今出てきてないかな。さっきミャンマーのマーとかは、あ、バ,バーが出てくるか。あの、バーは上がちょっと空いてるんじゃないですか。上が。で、はい、あの、一つの丸でちょっと、下から始まると書けないで、これ実は正しい書き方は確か、1、2、3、こうやって書くはずです。 確かこれで合ってるはず。だってミャ,ミャンマーのマーが1、2だから。上が空いてるのは二角に分けて書けますね。んねうん。バーも確か同じ。ババーもこうやって書かないといけない。本来は。正しい書き方は。ううそう。バーは上が空いてるから、こうなんかこ、こう、こうするんじゃなくて、 確か、こう、こうして、バーって書きます。うん。ミャンマー人の友達に教えてもらうときも、なんか、こうやって書きます。ミャンマー人の友達が。へぇ、えー。うん。だから、半時計回りでこう書くんじゃないんですよね、もともとは。これ、ん<ー>うん。分けて書きます。正しい書き書あります。 ちょっとバーは、あんまり出てこないから、あのバーは。僕もちょっと忘れてて、一応確認だけしときます。1、2、3で合ってる、合ってます。うん。記憶が正しかった。そうそう。掛け順ちゃんとあるのすごいですね。珍しいですね。 珍しいですかいや結構あそっかタミル文字の本とかあんまり書き順なかったような気がするタミル語の本にはミャンマー語の本の最初には文字一覧であの書き順書いてる本もありますちゃんと<ー>うんなんか書き順決めてない文字も結構ありますもんねん書き順が決まってる文字の方が多いよ、うん、どうなんでしょう 書き順ってどっちかっていうとカリグラフィーの考え方だからそういうのが発達してるかどうかじゃないですかあと別にそれあのね日常で書くときとそのきれいに書くときはまた別の話になるからおおいいな,なるほど

韓国の書き順と日本の書き順、漢字の書き順違ったりするから。ああ、ですね。<laughs> はい。違う例をちょっと覚えてないけど、うん、違ったりします。はい、マナー講師みたいなやつ <laughs> うん。まあそうですね。そうですね。<え> <laughs> もう、あま、<laughs> 書き順の、そういうことになってるぐらいの。書き順の呪縛から逃れ、逃れたい人生だった。 <笑><笑>まあ難しいですよね、書き順。まあ、うん、そう。僕も全然、こう、さっきこれ書くとき全然書き順、あの、正しく書いてない。ちょっと恥ずかしいですけど。あ、あそう、もう一個だけ説明すると、この、ありがとうございます。いや、この A もですね、実はですね、あの、時計回りに書かないといけないから、ここから始まるんですよね。上にちょっとして、こうやって。うん。 そうそうそう。だから、正しいのはそれが正しいです。時計回りって覚えてください。だいたい時計回りで。だいたい時計回りでか書けますよ。うん。うん、上が空いてるのは二角に分けるっていうことだけ。だから、これ、これ、これとかも、1、2、で、上から始まって3ですよ。時計回りだから。 僕、下から書いてしまう。ちょっと良くないですけど。<laughs> はい。というわけで、なんか他の質問ありますか何でも大丈夫ですよ。うーん、なかったら。じゃあ、第19回目のミャンマ文字講座、ここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 ありがとうございまーすありがとうございましたありがとうございました